おお、種が出てきた。これは辛くなりますね。こんにちは、プリスキラ TV JPN です。いつもご覧いただき本当にありがとうございます。今日は白キムチを即席に作ってみようと思います。材料です。すし酢大さじ1杯、白だし大さじ1杯、お砂糖少々、鷹の爪1本、にんにく約1/3、コーンスターチ大さじ1/3です。今日はこの白キムチの素をたくさん作って冷蔵庫に入れておきたいと思いますので、今申し上げた材料の6倍で作ってまいります。はじめにすし酢 90ml です。白だし 90ml です。薄めないでそのまま使います。大さじ1杯のすし酢や白だしでお作りになるときにはお砂糖は隠し味少々でよろしいと思います。甘いのお好きでない方は入れなくても大丈夫かもしれないですね。今日は大さじ1杯入れておきます。鷹の爪です。鷹の爪は破れて中から種がこぼれてくるととっても辛くなります。辛いのがお好きな方は殻を破って一緒につけてください。これは種が入ったままですけれど、破らなければこのまま適度な辛さになります。次はニンニク。これはね、スライスして冷凍してありました。ニンニクがお好きな方はすりおろして入れてください。食べた後の匂いがちょっと気になるっておっしゃる方はこのようにスライスしたものを入れてください。野菜を漬け込む前にニンニクを取り出して香りをお楽しみください。コーンスターチを大さじ1杯入れます。おお、種が出てきた。これは辛くなりますね。そうしましたらこれを電子レンジに入れます。まず600ワットで30秒入れてみます。はい、30秒入れてみました。コーンスターチなので白濁しています。もう一度30秒入れます。はい、どうでしょう。もう一回30秒入れます。少しとろみがついていい感じになりました。前回作った時はコーンスターチが多すぎてブリブリになってしまいました。少しとろみがつくくらいでいいかと思います。これはちょっと熱いので冷ましている間に野菜の準備をします。まずこれは食品用のポリ袋です。黄色い看板のドラッグストアで売っているちょっと厚めのポリ袋です。大根です。皮ついたままいっちゃいます。今回は大根と白菜2種類の白キムチを作ります。なんかちょっと切り方間違えたかな。お好みでカットしていただくといいと思いますが、早く食べたいときはあまり分厚くなく切ってください。はい、大根の準備ができました。白菜です。ここを切って、あとは手で。こちらも先ほどと同じように食品用のポリ袋です。破れないようにちょっと厚手がいいですね。これはざっくり葉っぱの方。これまで何度か作ってみましたが、
大根より白菜の方が漬かるのに時間がかかります。どうしてでしょう。はい、白菜の準備ができました。先ほど作りました白キムチの素をここに入れていきます。あらま、種が出ている。辛いかもしれません。ニンニクもね。適量入れて、はい、よく行き渡らせて空気を抜きます。止めます。こちらも傘かしたらちょっとギュッとします。体重をかけてギュッとします。空気を抜いてよじよじして止めます。できました。白菜の方は1日2日置いた方がちょうどいい感じになります。途中ちょっと開けてみてお味が足りなかったら先ほど作ったキムチの素を少し足してください。冷蔵庫に入れて保管します。この残ったのは冷蔵庫に入れて保管しておきます。このくらいあるときゅうり3本分ぐらいはつけられると思います。昨日の朝漬けた白キムチです。出してみましょう。白菜です。白菜は葉っぱのところは美味しく使ってますけれども、まだこの白い芯の部分はあと1日2日つけておいた方が良さそうです。お大根なんですけれども、お大根はちょうどいい感じに使っていました。お味が足りないようでしたら昨日保存しておきました。こちらを少し足してください。カブの白キムチをお友達にいただいて初めて白キムチというものがあることを知りました。あっさりしていてとても美味しいです。ぜひ皆さんもお試しになってみてください。このくらいあるときゅうり3本分ぐらいはつけられると思います。作った日にちを書いて冷蔵庫に入れときましょう。大きいニンニク出てきました。今日はこれから仕事なのでこれは外しておきます。最後までご覧いただき嬉しいです。どうぞ皆さんも美味しい楽しい時間をお過ごしください。ご視聴ありがとうございました。皆さんのリクエストをコメント欄でお待ちしています。チャンネル登録もよろしくね。それでは次の動画でお会いしましょう。じゃあまたね。